Hello everyone, this is Colin's channel. 本日は前代未聞の皆さん参加型チャリティー企画を始めるよっていう告知でございます。大事なお話でいろいろ言いたいことがあるんですけど、単刀直入に言うと、シンガポール内でベイクセールを行います。初めて単独でベイクセールをやります。ワクワクドキドキまず先に名前を発表させていただきます。 Beyond the Bake Sale by Colin です。 Beyond the Bake Sale に込めた意味は、ベイクセールは終わったとしても、それ以降に何か希望がある、未来につながるきっかけになればいいなという気持ちが込められています。私は今まで何回かっていう数じゃないと思うんですけど、何度かお菓子作りの動画を投稿していまして、私の手作りお菓子たちを売って、その利益をチャリティー団体に寄付するっていう活動です。なぜベイクセールを急に一人でやろうかと思ったのかは、理由はたくさんあるんですけど、今までカンボジアとかミャンマーとかベトナムとかいろいろ修学旅行で行かせてもらってて、学校に行きたいけどいろいろ事情があって学校に行けない子どもたちを見てきたんですね。お家のことを手伝わないといけないだったり、両親が仕事に行ってるからその兄弟を面倒見ないといけない、学校に行くお金がない、遠すぎて行けない、お金がないから子どもも働かないといけないっていう状況の Third World Countries に、今は海外とかに行けないんですけど、今までそういう機会があって、教育ってこんなに恵まれてることなんだ、学校に行くって当たり前じゃないんだっていうことを中学生の時かな実感しました。自分でこうやるっていうのがなかったので、社会に貢献できてないし、自分でなんとか行動しないといけないな、だったらもう自分で動いちゃえばいいんだと思ってチャリティー団体に連絡しました。ちなみに今回コラボさせていただくチャリティー団体は、全然宣伝とかそういうのではないんですけど、 Children's Wishing Well といって、シンガポールの中で唯一子どもたちへの教育を支援するNPO 団体です。 Children's Wishing Well というオーガナイゼーションは2002年からある NPO 団体で、塾みたいに学校から実際に先生が来て、教育足りない子たちにマンツーマンとかクラスで教えてたり、生活に必要なスキル、料理とか将来のお仕事につながる面接の練習を行ってたり、あとはこれすごいいいなと思ったのは、多くのチャリティーって食材を寄付する、豆とかお米とか分かんないけど買ってボンって寄付することが多いんですね。もらう家族からすると、これはうちは食べないとか、これは宗教的に食べられないとか、いろいろあって、とりあえず買って寄付するっていうのはあんまり効率的ではないんですね。でもこの Children's Wishing Well っていうのは、実際に子供たちをスーパーに連れて行って、お金の使い方、栄養の見方、買い物の仕方も教えつつ寄付するっていう素晴らしい取り組みを行っていて、とても親身になって、本当にその家族に、その子供たちのためになっているか考えて行動してらっしゃるなと思って、ベイクセールで得た利益をそちらに寄付しようと思いました。実際に私もその Children's Wishing Well の CEO さんとミーティングやったり、契約などもいただいて、ちゃんとこれをね、詐欺って思われたらあれだから、ちゃんと契約とか結んだんですけど、なんていうんだろうね、やっぱこうシンガポールにいると周りがキラキラしていて、全部高いビルばっかりで、お金持ち、ブランド物って感じたんだけど、街外れるともちろんそんなことなかったり、こうやって実際に学校に行けない子どもたちのお話聞くと、あ、私は本当にまだまだなんだなって思って、何かしたいなっていう気持ちがさらに強くなりました。シンガポール政府の MOE 教育省ですね、教育省もその人口の収益が一番少ない、もう最後の 5% の方たちには教科書を無料で配布してあげたり、学費をゼロにしてたりするんですね。それでもやっぱり行けない子たちが多くて、交通代がないとか、リュックとか水筒とかそういうのが買えないだったり、我々からすると、教育費無料なのに学校行かないのって思うかもしれないけど、でも子どもたちからすると、クラスメイトのみんな新しいリュック、水筒、お弁当とか持っているのに自分だけ持ってないだったり、自分だけお昼ご飯買えないとか、お金ないっていうのがバレたくないから行きたくないっていう方も多いんですね。貧困の連鎖による教育不足で、両親があんまり教育を受けてないから牢屋に何回も入ってる、そして自分も学校にどうやって行くかわからない、何すればいいかわからないっていう複雑な事情を抱えているお子さんたち、1000人以上のお子さんたちを支援している NPO 団体です。なので私が Beyond the Bake Sale で売って得た利益 100% 寄付しようと思います。
っていうか、もうそうやって契約書に書きました。私もパティシエとかじゃないから全然お金取ろうとかこれぽっちも思ってないです。でももちろん美味しい美味しいスイーツを考えました。試作を積み重ねて自分なりの完璧な自作レシピを考えて、いくつか絞り込んでこれっていうものを厳選しました。なのでメニューを発表いたします。まず一つ目、はじけるレモンスクエアタルト。こちらは甘酸っぱいレモンが特徴的なスクエアタルトで、常夏のシンガポールにぴったりな商品です。そして2つ目、夢に浸るラムレーズンパウンドケーキ。個人的に私の大好物で、ふんだんに使ったラム酒で大変しっとりしているパウンドケーキでございます。最初ちょっと難しかったけど、ラム酒が濃厚でとっても美味しい、そして日持ちも良いパウンドケーキです。3つ目は、香り広がるアーモンドフロランタン。アーモンドフロランタン最高ですよね。あのザクザクの食感、甘クリームは入っていないので甘い重いっていうよりかはサクサク香ばしいが特徴的なアーモンドフロランタンです。本当にバリバリボリボリ食べちゃう。そして4つ目は、ホット一息アップルキャラメルケーキ。ちょっとほろ苦いキャラメルとリンゴの果汁の甘さっていうのジューシーでお茶のお供にもぴったりなアップルケーキです。そして最後のメニュー、正直これは一番作るのが大変なんだけど、一番のお気に入りかもしれない、ギュッと包み込むラムレーズンバターサンドです。ホワイトチョコとバタークリームがラム酒に浸ったレーズンを優しく包み込んでくれる。そしてなんといってもクッキーが香ばしくてサクッと食べられちゃう。大変です、やみつきクッキー、いろいろ大変。今回販売させていただくベイクセールの商品は以上となります。もし気になるものがあればぜひぜひオーダーしてみてください。え、オーダーの仕方どうやってオーダーするの？こちらは Google フォームでピピッとご注文できます。出来上がり次第私から直接ご連絡させていただきます。支払い方法は現金で、私が直接届けに行くのでその時にお願いします。注文受付の期限とかは特に決まっていないので、まあそうですね、様子見次第です。この動画をアップして一人も購入者がいなかったら、ちょっと私もチャリティー団体に謝りに行かなきゃいけないんですけど、それを置いといて臨機応変に対応させていただこうと思います。値段設定も材料費とか考えて極限まで抑えて、かなりリーズナブルな方だと思います。まあ、過去にいろいろ作ったりしましたが、やっぱり素人なので、一応皆さんにもご協力していただいて感想とかを参考にしてたくさん試作を作ってきました。なのでまあ、やっぱりパッケージとかはプロのとはちょっとね、そこまでいかないんですけど、味には自信があります。そしてラム酒も市販のものより全然濃厚なので、大人向けのスイーツも楽しんでいただけると思います。いやー、どうだろう、うまくいくかな。でもやってみないと分かんないっていう感じで始めたんですけど、皆様のご協力お願いします。日本にいるから買えないよって思う方もいるかもしれないんですけど、その気持ちだけでも大変嬉しいです。実はシンガポールの社会格差っていうのは東南アジアワースト2位なので、これで全てが治るっていうわけではないんですが、一人でも多くの方に認知されたり、あ、こういう団体もあるんだと知っていただくきっかけにもなれば嬉しいです。改めまして、本日からベイクセールを開催いたします。ご注文も絶賛受け付けておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。一人でも多くの子どもが自分に自信を持てるように学校に行きますようにと私は願っています。ではまた、バイバイ。